石原明の経営のヒントプラス第62回共同購入することで半額以下で利用できるお店の紹介サイトが激増していると思います。こうしたサイト市場が行き着く先はどうだと思われますか。その飲食店って皆さん割と簡単にできると思ってるんですよね。だから、まあ、ただ会社勤め辞めて、はい、誰かお店持ちたいみたいな人すごく多いじゃないですか。だからなんとなく簡単にできそうなんで、ずっと数がたくさんでできたり壊れたりですね、はい、なのである程度はこういうマーケットはあり続けるのかとは思いますね。それからそこに目をつけて大手の会社が行動購入のサイトを作るのはいいんだけど、飲食店側としては今日と予約が入ってない5席に対して半額でいいですよみたいなことをやってしまうこと自体がこれ相当問題だって考えておかないんだよ。要するにマイナスだからこいつを売れるために半額で売っちゃうっていうことにこのサイトを利用して登録するわけだよね。この5席空いてるだからこいつを埋めなくちゃって言って安く売るっていう思考をしてるわけですよ。ところがこの5席空いてること自体がなぜなんだろうっていうふうに考えないといけないから、ね、ビジネスっていうのは最小単位が大事なんですよ。ビジネスの最小単位っていうのは目の前で関わってるお客さんが喜んでくれるかリピートしてくれるか、はい、なおかつ紹介してくれるかっていうことがとにかくビジネスの最小単位ね、はい、で全てのビジネスでここをきちっとしない限りは発展はない、うん、例えば社員さんの教育もそこに視点を当てないと無理なんですよ。例えば100億売ろうが1000億売ろうが最小単位を崩したら事業って成り立たないじゃない。でこれ崩してるのに崩してることを補完しようとしてるでしょ。でそのうちどうなるかって言ったら5席じゃなくて10席になるんですよ。で店全体がなったりするからこれ成り立たないです、ね、うんうん、で成り立たないところに目をつけてサイト運営するっていうのもいいけど、はいはい、大丈夫かしらというふうに思うよね。店が安く売ったことによってどういうことが起きるかっていうとどんどんマイナスの回転をしていくから多分店は難しくなりますね。でそういうところをサービスの対象にしているサイトの運営者も暇がないでしょうね。ビジネスっていうのはある程度固まって継続しているってことをベースにしてやった方がいいでしょうね。だから登録していた会社が例えば300点あったんだけどいきなり100点なくなったら営業またすんのかって話でしょ。だから収益取れるか取れないか、まあ、ネットで相当効率的にやればいいのか分かんないんだけどね。で景気悪いところがどんどんそういうところになびいてくれればいいかもしれないけど時間の問題で急に難しくなるんじゃないかと思うんだけどね。あん空いてること自体が問題で、はい、これメニュー見直した方がいいしサービス見直した方がいいし、はい、顧客の名簿があるかないかとかね、はい、例えばスタッフの人がお客さんの名前を何人調べて知ってんのとか、はい、来た時に喜んで迎えているのかとかってそっちを見た方がいいよね、はい、そうそう。でね、経営の効率化ってよく言うんだよね、はい、で例えば空いた席を埋めたら効率化って言うんだけど、はい、ずっとそれをやり続けることになるんですよ。だからサービスを本当によく知って毎日毎日予約で埋まってて、はい、なおかつ予約の人も月に2回来るお客さんたちがいっぱいいて、はい、馴染みになってって、はい、そうするとスタッフとのコミュニケーションもいいしっていう風になってね、はい、で収益もどんどん溜まってくるしみたいなことになって、はい、客単価も上がるってなった時にどっちが効率がいいかっていうと、はい、本質的なことをきちっとやる方が基本は絶対にいいはずなんだよね、はい。うん、だからそこ忘れちゃって、特に今インターネットの社会なんで集客を無理やりやればなんかなることも多いんですよ。でよく歯医者さんとかに言うんだけど、まあ、確かにいいですよってインターネットとかたくさん使うのはね、はい、で SEO とかいろいろやるのはいいですよ。だけど質問で今日そのインターネットの入り口がなくなった瞬間にビジネス成り立つんですかって言うんですよ。でこれ基本的におかしいよね。だってサービスやってて喜んでもらってリピートされてて口コミされて紹介されてっていうことでしょ、はい、だから集客ってのはいいんだけど集客の方法が見つかってるうちに来てるお客さんたちをいかにリピーターに変えるかでしょ。でね、マーケットをベースとして考えなくちゃいけない。実はその売り切りでいいっていうビジネスはなんで日本に根付いちゃったかっていうとね、売り切りでいいですよ、来たお客さん とにかくたくさんの人を呼んで売っちゃってサービスそこそこでもいいですよっていうのはね、右肩上がりのマーケットの場合なんですよ。今の中国行ったら顧客化なんかしなくてどん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 売ればいいよね。だから、うん、そうそう、バブルの時の日本ってすごかったじゃん。毎年人口は増えるわ、住宅は買うわ、服は買うわ、会社は増えるわでしょ。初めてのお客さんを説得するのってすごく楽ですから、うん、経験を何回かしてて専門性を高めたお客さんに納得してもらうっていうサービスはあんまり難しいからいかなかったんですよ。ところが今日本っていうのはどんどん右肩下がりでマーケットが少なくなるでしょ、はい、ってことは今いるお客さんをいかにリピートするかとか、ね、紹介につなげていくかっていうことをベースにしないとそもそも、やっていけないはずなのに、そこにインターネットっていう簡単に人が集客できる、まあ、お金さえ突っ込めば人が来るってことになって、ちょっとその
の逆行したマーケティングが今動いてるかもしれないね、うん、だけどここのところではヤフーとかグーグルが一緒になっちゃって、ヤフーで検索対応をやってた会社が今大騒ぎになってるでしょ、はい、で SEO 対策やっててビジネスやってる会社が急に SEO の、 あのアルゴリズムが変わって、ね、はい、それでもうその SEO 業者に対してもうガンガン言ってるわけよ、どうしてくれるんだって言って、結果1ヶ月後にその会社を見たら、はい、その会社自体がありませんでしたと。そういうような危険性ってものすごいはらむ、うん、だけども集客は悪くないじゃん、集客する行為自体は、はい、だから入ってきたお客さんをどうやってリピーターに変えるかとか、はい、あのインターネットがなくてもより不安なくその経営できるかっていうところにいち早く持っていといて、はい、インターネットを利用すると。出ないと怖いな。そう、それからね、ごめんごめん、ちょっといろいろ言うけど、はい、あのね、マーケティングの動線ってもうよくあれでやるなと思うんだけど、一種類の動線だけで生きてる会社ってすごく多くない？そうそう、はい、このチラシだけでとか信じられない。だっていつ何が起きるかどうか分かんないでしょ。だから割とのんきに経営してる人が多いよね。今日あることは明日もあると思ってるのかな。あの普通に乗っ取られるよね、相手にね、はい、主導権取られちゃうからね、うん、今日お話伺ってて、やはりあの4ステップマーケティングを思い出して、集客見込み客フォロー販売顧客化ってありましたけど、うん、最初知った時って、うん、やはり集客とかその最初のところで入るんですけど、一番大事なのってやっぱりその顧客化のところから逆算して、その集客なんじゃないかというふうに思いましたが、正しいんでしょうか？正しいですね今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。